アリアです。ゆらりです。ゆなです。エコです。ひめかです。ピンクラテ TB 始まるよ。イエーイ。はい、今回の企画はバレンタイン告白対決。イエーイ。くじ引きで女優と監督を引いてもらいます。で、監督は女優に考えてきたやつを教えて女優が演じます。質問があります、はい、条約っていうんですか。助演ね。助演助演のメンバーは自由に選んで OK ですか。 OK です。おっしゃ。組み合わせても組み合わせなくてもいい。カメラに向かって告白でもいいですか。 OK です。そこは自由ですね。好きなようにやっちゃいましょう。じゃあこれは対決なので優勝者も決めたいと思います。ペアだね。ああ、なるほどなるほどなるほど。じゃあ、くじ引いていきたいと思います。何が出るかな。あ、誰が出るかな。誰が、はい、おいはい、はい、念仏を唱える。念仏を唱える。はい、あったかくない。はい、ありがとう。よし、はい、引きましょう。せーの。お、はい、ひめかー、ゆなー、えこー、ゆなりー、ありがとう。いい感じに分かれたね。じゃあ早速いきます。せーの、どうぞ。この子が入ってきて渡すの、私に。これをあ、ゆなくん好きです。これがあのモテてる男の子でして、うん、学校でみんなでバレンタインを一斉に渡すけど、そのアクション。いけるよ、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 いけるよ。親友なの、男女だけど。で、親友で一緒に帰ってて、ね、バレンタインチョコもらった。もう1個くらいもらった。頑張ってください。で、ダーツにちょっと先輩、部活お疲れ様です。設定的には学校です。放課後にエコ氏が女の子で、今全員の撮影が終わりました。今からちょっと順番に見ていこうかなと思うんですけども、見た上で一番作品としてキュンキュンしたのはよかったっていうのをみんなで優勝の作品を決めていきたいと思います。はい、それではどうぞ動画をご覧ください。せーの、どうぞ。まずアリアの女優した作品から。はい、ねえ、バレンタインにチョコもらった。もう100個くらいもらったよ。嘘つけー、嘘つけー。絶対もらってないでしょ。いや、絶対もらった。ねえねえねえ、アリアからさ、うん、チョコもらったらどう思う。どう思う。食べたいなって。実はね、作ってきたんだよね、うん、はい、ありがとう。美味しそう。ありがとう。キュッ、えこー、ありゃーって感じです。はい、おー、え、なんか途中いい感じだな。めっちゃ手つなげてくるかね。私ね、アリアからもらったらどう思った好きだった。じゃあ次、ゆらりが女優した好き。先輩、部活お疲れ様です。頑張ってる先輩にチョコレートです。ありがとう。先輩の頑張ってる姿見て私も頑張ろうって思います。受験頑張ってください。でも先輩と離れちゃうのは寂しいな。かわいい。ゆらです。寂しい。寂しいじゃない。寂しい。寂しい。めっちゃ可愛かった。でも先輩と離れちゃうの寂しいな。次、ゆなが女優した作品です。はい、誰担当ですか。はい、お、エコです。せーの、スタート。エコ女優の作品を見ていきたいと思います。はい、私が監督です。はい、せーの、スタート。
ちに向かってくると思ってなくてこっちとか言ってずっとですね。じゃあ次、はい、姫香女優ですね。アリア監督ですか。はい、お、いきます。せーの、どうぞ。ゆなくん好きです。ありがとう。絶対いるんだから。どうしたの。実はミナ君のことがずっと前から好きだったのでチョコ作ってきたんです。ありがとう、俺も好きだよ。ハッピーエンド。いい味、いい味、いいですね。ハッピーエンド、ハッピーエンド。はい、じゃあみんなの作品見終わりました。今からちょっと優勝作品を決めていくんですけど、女優を指さしてその票数で優勝作品が決まります。自分が女優やったやつが一番だと思ったらこうやって指させばいいし、うん、そうっていう感じで、はい、じゃあせーので指さしますよ。せーの、じゃん。おほほほほほ。ゆらりが女優が良かったポイント、はい、おー、勝ちやん。やばー。アリアは姫か。私も姫かな。女優ゆらり、監督ゆらの。イエーイ。悔しい。頑張った。めっちゃ楽しかったからね。先輩、部活お疲れ様です。頑張ってる先輩にチョコレートです。ありがとう。先輩の頑張ってる姿見て私も頑張ろうって思います。受験頑張ってください。でも先輩と離れちゃうの寂しいな。めっちゃ恥ずかしかった。本当に恥ずかしかった。でも楽しかったね。楽しかった、とても。じゃあね、はい、楽しすぎた。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。